Hey, what's up? キャプテントラジオです。今回は霊式早くクリアすると何がすごいの、魔境についてというテーマでお送りします。今回も質問相談いただいております。トラジオさんはじめまして。トラジオさんの動画を見て霊式に興味を持ちました。早速煉獄編に挑戦しているのですが、レイド大好きなフレンドに今頃クリアしても意味ないんだけどな、今は魔境などいろいろ言われています。装備のアイテムレベルが今より低い実装直後はクリアが大変で、そんな時期にクリアできるフレンドみたいな人は上手い人なのだと思いますが、だからって実装から半年経った今クリアすることは無意味なのでしょうか。フレンドが言う意味とは何ですか。魔境についてはなんとなく理解していますが、上手な方が見下すみたいに魔境魔境言ってるのを見るとなんだかなと思ってしまいます。今頃クリアすることの意味の有無や魔境について、トラジオさんのご見解をお聞かせいただければ幸いです。よろしくお願いします。魔境とは、まずこのゲームにおける魔境について説明します。霊式って固定を組まない限りは野良といって、パーティー募集でメンバーを募って挑むのが基本の流れなのですが、例えばクリア目的という目的で募集を出した際に到底クリアを目指せるようなプレイスキルがない人が集まり、解散して再度募集してもそれの繰り返しになるような状況を魔境と呼びます。で、この魔境になりやすい時期が存在します。それは実装されてからかなりの時間が経った時です。まあ、今回の相談にある半年以上が経過した場合は魔境になりやすい時期とも言えます。なぜ魔境になりやすいのかというと、魔境になる理由、早期組が消化を終えている、後発組が追いついた、この2つが大きい理由だと思います。まず早期組というのは、霊式が実装されてからできるだけ早く1から4層をクリアを目指す人たちを言います。霊式実装直後は装備のアイテムレベルも低く、ほぼ加減で挑むことになるので、それなりの実力が要求されます。それに伴ってギミックの理解力も求められるため、早期攻略という点ではそこそこの経験がないとサクサクと進めるのも難しいです。とはいえ早期攻略を目指す人はそれなりに実力が伴っていることが多いので、この時期は実力者同士が集まりやすいんでクリアを目指しやすいということもあります。ただし実装直後は参加する人も多い分メンバー次第で運に左右されることもありますが、人が集まりやすい分練習も効率よく参加できます。霊式の基本の流れは、そのシーズンに参加したメインジョブ一つ分の装備を揃えることが目的の場合が多いので、まあ、全身揃えようとするとトークンだけで集める場合、最低でも8周する必要があります。霊式は報酬獲得に周制限があり、まあ、トークンはクリアで1個なので合計8週間イコール2ヶ月かかりますが、早い人は平均1ヶ月くらいでクリアする人がいるんで、3ヶ月経てば装備も揃うので、まあ、ここで霊式を終える人もいます。あとは単純に霊式が楽しいからっていうので消化したりとか、サブジョブの装備を揃えたりしたいから継続する人もいます。ただ時間が経てば経つほど装備が揃う人も増えて、コンテンツを攻略する旨味もなくなってくるんで、実力のある人たちはどんどん参加しなくなります。そこで半年以上経過した今現在で、例えばストーリーがようやく追いついて初めて霊式を攻略しようとするのであれば、最初の練習からスタートになるんで、同じ目的の人だけでパーティー募集をつなると、まあ、そもそも参加する人が少ない上に、実力のある早期組の人たちはすでに霊式を終えているんで、霊式に慣れていない人同士で集まるんで、さらにクリアへの難易度が上がってしまい、俗に言う魔境となってしまうわけです。早期組はすごいの？早期組は最低限の装備の上に回復や軽減にスキル回しなどギミック処理しながらそれなりに対処しないとクリアが難しいし、周りにもクリアしている人はいない状況なんで、この状況でクリアするイコールある種実力の証明みたいなことになるのかなと思います。これって努力をすれば意外と誰でもできると思っていて、スキル回しが歯磨きのようにできる、攻略中に情報を得て予習、タンクや DPS は特に攻撃のスキル回しに気を取られギミックが処理できなかったり、逆にギミック処理に手を取られスキル回しが崩れてまともに攻撃できずに火力不足で攻略できなかったりすることもあるので、その可能性を減らすためにもスキル回しを歯磨きするがごとくのように回せるくらい練習しておくと、いざ本番でそれなりに対処できたりします。そして早期組の攻略のさらに上を行くワールドファースト、ワールドファーストはユーザー同士が実装されたコンテンツを最速で攻略を目指す、まあ、レイドレースでトップでクリアしたチームを言いますが、早期組よりもさらに上を行く速さで攻略するんで、早期組が攻略中にワールドで、まあ、上位のクリア者たちが
攻略動画を出すんで、それを確認して情報を取り入れつつ実践していくっていう気力があれば、まあ、早期組として挑戦することも全然可能です。とはいえスキル回しの練習やギミックについて考えたり、それなりに実力や努力が必要ですが、早期攻略をしたっていう実績が残るので、例えば今後霊式の固定とか絶の固定に参加したいときにステータスとして残るんで参加しやすいってこともあります。現実でいうところの学歴みたいなもので、より良い職場に参加するための指標っていう感じです。まあ、なんか仕事みたいなんですけども、遅れてからクリアする人の意味、このように早期でクリアすることで自分自身の実績として残ることになる上に、今の時期にパーティー募集を出すとクリアした人がお手伝いで入ってきたり、サブジョブで練習に来る人もいるんで、早期の厳しい状況でクリアしたっていうそのステータスが欲しい人に関しては、早期でクリアしないと意味がないということにつながるのだと思います。とはいえトラジロのように装備が欲しいという目的にしている人にとっては時期なんて関係なく、まあ、欲しいと思ったら挑戦する、それだけの話であると。でクリアして欲しい装備が手に入るのであれば、それに意味があるし、まあ、自分の場合は固定を組んで雑談しながら楽しく攻略することが大半の目的なので、そこが目的であれば、まあ、そもそもクリアすることに意味を考える必要もありません。最近は霊式にある程度慣れてきたので、次回あたりからは可能なら早期クリアを目指す固定を組んで挑戦したいところではありますが、まあ、周りが何と言おうと自分がどうしたいかが最終的な目的になると思うんで、クリアする意味を考える時間があれば、クリアするために時間を使う方が有効だと思います。ちなみに今はパーティー募集を出すとクリアした人も参加してくれることがあるし、実はクリアしやすい状況が生まれることもあります。募集文にサブジョブ丸、クリア済み丸とか書いておくとクリアした人も参加しやすくなるので、クリアを目指しやすくなりますが、要注意なのはそこに依存してしまうと自分の実力が上がらず、まあ、結果的にクリアできなくなるんで、自分の成長も促しながらヘルプを求めると攻略スピードが加速します。あと考え方一つですが、まあ、魔境と呼ばれる今だからこそクリアしたらすげーって思うのは自分だけでしょうか。はい、ということで今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。ジロとっとっとっととらとらジロ、こんな感じに生きてゆくとらジロ運動。